それでな、ランサーの野郎ついに俺に怖いものはねえなんてほざきやがった。こりゃまんじゅう怖いに違いねえ。真面目に聞いているのもバカらしい。その手は桑名の焼きハマグリだって横になって適当に相槌を打っていたらよ。あ、いや悪い、一つあったわ。師匠の無理めの礼儀が怖いなんて不吉なこと言い出しやがって。お前それを口にしたら本当にやって。目標発見、照準合わせ、ゴッドパワー、充填 10%、 周囲に人の目なし、監視モニターなし、道徳的にも問題なし、もはや人類に待ったなし。この辺りで決めるとしますか。てごきげんよう、親愛なる三流マスター。今日も締まりのない顔で大変無様です。説明するまでもありませんが、あなたの忠実な支配者アムールちゃんです。おっと、すみません、間違えました。この霊気の私はアムールではなく、愛の伝道師カレンシー・オルテンシア。霊気ごとに特色のあるサーバントは面倒ですね。人気商売である以上仕方がないのですが、私のことはどうぞ心の底から気兼ねなく本心でカレンちゃん、あるいはカレン様とお呼びください。まだ他人行儀な壁を感じますが、いいでしょう。将来性に期待して合格とします。さて質問の答えになりますが、今のは言うまでもなく無償席ですが、何か主の愛はあまねく人々に降り注ぐもの、シャンパンのように、あるいはブドウ酒のように。それをバレンタインデーの力で可視化物質化したものが今のチョコ団です。どうせ他の方々からも受け取っているので、大したインパクトにはならないでしょうが、私への奉仕のご褒美。失礼、本音が出ました。私からのあなたの日頃の労働への返礼です。受け取ってください。どういうことでしょう。予想と大きく違う展開です。私からのチョコを受け取ったあなたは喜びのあまり覚醒し、盛りのついた犬のように召喚部屋で召喚しまくると思ったのですが、もしやチョコレートが嫌いという稀有な例とか、主人公体質のくせに。つまり優勝席が欲しいと、いいでしょう。そちらの用意もないではありません。しばらく待っていてください。ステイアンドプレイ。今のチョコはもう食べなくていいですからお返しください。それでは。ひひふう、お待たせしました。数分で戻るつもりでしたが、予定より少しだけ時間がかかってしまったようですね。そして親しき仲にも礼儀あり、本気チョコなら身だしなみ。改めて挨拶をするとしましょう。あなたのサーバントにして精神的飼い主カレンシー・オルテンシアです。ではこちらをどうぞ。私からのスペシャルをおくらいなさいませですわ。はい、水平を私なりにアレンジしたものです。せめて小麦粉を使おうと。デザインについての質問は却下します。まあいい機会ですから、私の性格について説明しておきましょう。私は
背筋主義者と勘違いされているようですが、それは言われのない誤解です。私がお金を集めるのは、お金が人々を支配するもの、権力の象徴であるからです。神とは人々を愛し、世界をよく運営するよう人々に望まれたもの、すなわち支配者です。わかりやすいですね。私にとって主の御心とはそのようなもの。なのでお金を積み重ねることは喜びになるのです。教会の教えには、地に富を築いてはならないというものがありますが、私はお金を富とは考えていませんし、集めた金銭に固執もしていません。単に力の象徴が積み重なっていくことに興奮するだけです。好きなものを買おう、贅沢をしようという考えは私にはありませんので、あしからず。まあ、大切なものを没収されて右往左往する姿がたまらないというのも事実ですが、ではごきげんよう。このゴッド空間は外の時間とはかけ離れた空間。食べ飽きたらウェハースは残して結構ですので、適当に切り上げてください。お礼を言うのはこちらです。それは優勝愛ですから。私は無料で差し上げたのではありません。ギブ&テイクです。それはもちろん、あなたから私にお返しをしてください。そうね、いつかあなたが世界を救った後、くたびれた手足、失われた時間、幾度心に傷を負ったとしても、強がりであっても、今のような晴れやかな笑顔を見せてくれれば、まあなんとか。それはとても価値のあるもので、だからこそ値段のつけられない奇跡。本当の愛というものはそういうものだと私は知っていますから。いきなり消えて現れたな。お前さん、こういうのはしょっちゅうなのか？いや、俺もなんとなく似たような星回りの気もするが、さすがに神隠しはな。何？今回はまだ普通？ウェハース美味しかった？ま、本人がいいならいいか。で、大切そうに持ってるそれが原因かい？赤い心臓みたいなチョコレートだこと。悪魔的なまがまがしさだが、気持ちがこもってんならいいもんだろ。あ、いや、だが値札が貼ってあるな。何何？希望小売価格100億 QP。 よし、俺は何も見なかった。あばよ、マサ。悪魔払いは専門家に頼むんだな。